はようございます。おはようございます。ディズニーのシンデレラという映画見たことある方いますか？はい。まあなんとなくね、ね、クラシックな1950年に発表されたね映画ですけど、で、そう、それぐらい古いんだよね、あれね。うん。昔の映画はなんかね、いいよね、こう。なんだろう、味があるよね。お話の内容は皆さん、ね、ご存知だと思います。意地悪なママ母と義理の姉たちにいじめられたかわいそうなシンデレラは妖精の魔法で、まあ、ある日お城の舞踏会に行きますよと。王子様とダンスするんだけど、12時になったから逃げてガラスの靴を落として、で王子様はそのガラスの靴がぴったりと来る女性と結婚しますって言って探し出して結婚しましたっていうね話ですけど、そういえばこれちょっと使ってなかったね、これ使います。はい、という話ですよね。続編があるって知ってました？知っている。あ、本当ですか。シンデレラ2が2002年、シンデレラ3が2007年、ねえに発表されたんですね。劇場版じゃないんですね、あのビデオのやつ。そうで、私はね2は実は見たことはないんですけど、3はねあのテレビでやっていて、で娘のために録画したんですね。で娘が見ているのを、まあ、なんとなく私はがっつりとは見てないんですけど、娘が見てるからなんとなくこう話が分かるんですけど、なかなかあれはね感動する。あれはいいです、おすすめでね。話はね、あのシンデレラと王子様結婚して1周年なんですね。でママ母は相変わらず逆恨みをしてるんです。である日、あ、すいません、で3ってのはこれなんですけどね、すいません、こういうね、これがママ母ね。でママ母にはね娘が2人いますよね、義理の姉たちがね。でこの紫の方がアナスタシアって言って、アナスタシアがある日妖精の杖を偶然手にするんです。こんな感じでね。でそれをねあのママ母に渡すんです、お母さんに渡す。するとママ母もう魔女のように魔法が使えるようになって、時間を1年前に巻き戻すんだね。王子様が舞踏会でシンデレラと踊った直後まで戻す。で探してるところまで戻す。でガラスの靴のサイズをアナスタシアの足に合わせて、でさらに王子様の記憶を消してシンデレラのことを忘れさせる。で王子様はなんか変だなと思いつつも、アナスタシアが結婚する相手なんだなと思い込んで結婚しようとするんだけど、まあ万事休すだったんだけども、シンデレラが、友人のこの友人というかのネズミたちとかのね、あの助けを得て奮闘してなんとか王子の記憶を呼び戻すと。一件落着と思いきや、ママ母がまだ諦めない。今度はアナスタシアをシンデレラの姿形に変えて、本物のシンデレラは魔法で遠くに飛ばす。でアナスタシアは戸惑いながらも王子様との結婚式に臨むんだよね。ところが司祭が結婚式で誓いをさせますよね。あのでアナスタシアに、あなたはこの男性を夫として愛することを誓いますかって聞いたんだけど、聞くときに、私は誓いませんって言っちゃうんだよね、アナスタシアが。でそこに本物のシンデレラが乱入してきてね、なんということはシンデレラ2人いるって場は騒然となる。で後ろに隠れてたママ母が出てきて、アナスタシアに、お前これだけ お膳立てしてやってね、何やってんだお前はと、お前が願ってたことを叶えてやったのにって言ったら、アナスタシアが、私は私を愛してくれる人と結婚したいのって言うんだよね。でこの後でこう真相がみんなの前で明らかになっていって、まあ、あの無事にねシンデレラと王子様がまた結婚するって話なんですけど、この話ねなかなか考えさせられる。あの私ってなんだっていうね、私って何なんだ。あのアナスタシアがシンデレラになれたんだからそれが私でいいじゃないっていうことにはならないのかな。
ね、それでいいんじゃないの、それで、それが私なんじゃないのと。ところがシンデレラほど美しくもなくエレガントでもなくダンスもうまくなく、そういうイケてない自分を捨てられなかったアナスタシア、ダメな私でもそんな私を誰か愛してくれと叫んでいたアナスタシアね。私がこの身にまとった私でないもの、まあ、それがシンデレラの姿だったんだけど、私でないものを愛してもらっても意味がないとはたと気づいたわけですよね。今日の話はですね、こういう話をしたいんですね。私の価値を知れば安定感が生まれますっていうね。でここで言ってる私っていうのは、意図的に鍵括弧私にしてあります。鍵括弧私にしてあるのは、私でないものと区別するためです。このね、私と私でないものを私たちはよく混同するのです。例えば、まあ、これ後で詳しく考えたいと思うんですけども、ちょっとだけ言うと、例えば学歴、例えば仕事の成果、例えばブイブイ乗り回している愛車のポルシェとか、まあ、ポルシェとかなら最近見かけないけどね、なんか一昔前は、ね、ポルポルに乗ってるとちょっと結構ステータスみたいなバブリーな頃はね、なんかそんな感じあったけど、最近ないけどね。ポルシェに乗ってると自分の価値が上がったような錯覚に陥るんだけど、でもそれは私ではない、あなたの価値はそんなもんじゃないんだよっていうふうに聖書は繰り返し語っているのですけれども、私たちはそれを混同してしまうのです。そして私でないものをたくさん身にまとうことで愛されようとしてしまう、そういう姿あるんじゃないでしょうか。ということで今日は有名な3つの話をね、見ていきたいと思うんですけども、文脈は、今日の話はイエス様が、まあ、十字架にかかる、まあ、だいぶその頃が近づいている交渉会の、まあ、終盤に入ってきてるんだね、もうね。で前回までは、イエス様が後のものが先になりますよとか、すなわちイエス様をメシアとしては拒絶したユダヤ人じゃなくて異邦人が先になってしまいますよというような話をされたり、あるいは前回のちょうど前回の話は、弟子になるっていうのはね、厳しい道だけどその覚悟があってついてくるかお前らっていう、そういう弟子になるというね話をイエス様はされたんですね。つまり結構この厳しい話がね結構続いてたんだね。私たちも、私も語りながら今回も結構厳しい話だなと、なんかこう喝を飛ばすような話だなって結構それが続いてたんですけども、ルカ15章に入っていくと結構緩む緩むね。どんな罪人でも愛する神様の姿がね、突然このイエス様によって話されていくんだよね。ということで、失われた羊、失われた銀貨、そして息子の話なんですけど、まあ有名なね、クリスチャンみんな知ってるような話です。でこの3つのストーリーは、まあ、3つでセットなんですね。でそれを全部テキストとしてここに聖書箇所を載せるとちょっとねやっぱり長いです。なので、今日は銀貨の話と放蕩息子のこの後半の話はテキストとしてはカットして、で放蕩息子の後半は次回扱いたいと思ってます。で今日はこの羊の話の部分、それから放蕩息子の前半部分を主にこの聖書箇所としては読んでいきたいと思ってます。はい、ということでルカによる福音書の15章の、1節から7節をね、まあ、1節2節をちょっと最初読みますけども、さて主税人罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。するとパリサイ人立法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にするって言うんだよね。で、ここで一節で罪人って出てくるこの言葉は、この文脈では遊女のことですね。
でパリサイ人の目から見ると酒税人も遊女ももう一括りであいつら罪人というふうに見られているわけですね。そういう社会的問題児とは交際してはいけないというのがパリサイ人たちの口伝律法だったのです。イエス様はそれを堂々と破られました。でこの今日扱う、まあ、この3つの話、3つの失われた話はこれは実はあの最大のポイントはこの2つのグループ罪人たちとそしてパリサイ人たちというこの2つのグループの対比が最大のポイントなのです。でそれがあの最後で明らかになっていくんですね。まあ、今日はその最後まではいかないんですけどね。はい、そして3節から7節、そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたらその人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。99人の悔い改める必要のない人たちというのはイエス様が言っているのはこれはパリサイ人たちのことです。じゃあ彼らが悔い改める必要がないかというとそんなことはないんですけど、これは悔い改める必要がないと自分で言っている人たちということです。というのを、まあ、イエス様は多分皮肉を込めて言ってると思いますね。で本当に彼らが悔い改める必要がないかどうかは放蕩息子の話の後半でそれが明らかになってきます。けどこの場面ではあなた方は悔い改める必要がないと言っているから言っていて、あいつらは悔い改めろって言ってるかもしれないけど、その一人、まあ、というかねパリサイ人はどっちかというとこの酒税人とかあの遊女に悔い改めてほしくはないんです。あんなやつらは神様に受け入れられる必要がないと思っているんですね。イエス様はそんな罪人の一人を神様がどれほど愛しているかということを話されたわけですね。でこの後で、カットしてますけどイエス様は同じパターンでこの銀貨の話をされますよね。10枚のうち1枚、なくしたら必死で探すでしょう。見つけたら大喜びでパーティーするでしょう。同じように罪人が悔い改めたら天国で天でね神様と天使たちがパーティーやってんだよっていう話をねされるわけですよね。そしてその後でダメ押しのようにこの、放蕩息子の話がね出てくるわけです。ルカによる福音書15章の11からですね。またこう話された。ある人に息子が2人あった。弟がごめんなさいね、大丈夫大丈夫、水飲んでもねあんま変わんないねこれ。大丈夫だよ。弟が父に、お父さん私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は身代を二人に分けてやったということで、まあ生前分与してくれよというふうに言うわけですけど、あの当時のユダヤ人の文化ではこんなことは絶対に言ってはいけない。こういうことを言うのはなんでお父さん早くもっと早く死んでくれないのって言ってるのと同じで、パリサイ人、まあ、これを聞いてるパリサイ人の視点からするともうこの息子っていうのはもう殺されても仕方がないぐらい親不孝者で罪深い息子というふうに、彼らは捉えたはずです。でその息子の言い分にあの乗っかってその通りにしてやる父親はバカ親ですというのがパリサイ人の視点ですね。はい、13節、それから幾日も経たぬうちに弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。
そこで、そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。遠い国というのは、これ後で豚が出てきますので、ユダヤ人は豚を飼わない。豚を飼っているのは異邦人です。ですから距離的に遠いということではなくて、必ずしもね、精神的な意味で遠いところ、異邦人の国ということです。ユダヤ人にとっては異邦人の国というのはもう地の果てぐらい遠いぐらいの場所に行ってしまったということですね。14節、何もかも使い果たした後でその国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし我に帰った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。ということで、まあここまでしか載せてないんですけども、この後で息子、雇い人にしてくれって言ったら、父親はそんなのスルーして聞き流して、もう一度息子として迎え入れ宴会を開きましたという話ですよね。そこに兄が出てきて文句を言うという話になっていく。まあそれ来週、扱います。落ちるところまで落ちて、はたと自分の愚かさに気づくっていうことは、まあそういう経験をね、人生ですることも人によってはあるかもしれません。まあ私もね、そういうことありました。はい、家までは遠かったのに父親が走り寄ってきたっていうのは、これはまあ多分イエス様の意図としては、毎日窓の外を眺める、そういう父の姿が想定されていると思いますね。でユダヤ人の年長の男性っていうのは走らないそうです。威厳がないからね、そういうことするとね。だけどこの父親はそんなこともお構いなしで、この息子のところに走って行かずにはいられなかった。これが天の父だよとイエス様は言っていらっしゃるわけですよね。でこの3つのストーリーに、クリスチャン、長年クリスチャンやってると結構ね、慣れてくる、ね、なんとなく、ああ知ってる知ってるこの話っていう感じにね、なってくるんだけど、まあでもこれね、考えれば考えるほど、この聖書箇所を黙想すれば黙想するほど、驚くべき神観をイエス様はね、提示してます。どうしようもない愚か者、不届き者を探し待ち続ける神っていうね。でこれね、逆に言うとこういうことなんですね。私というこのちっぽけなちっぽけな存在が、このそういう私がする選択によって、宇宙の創造主である方を激しく悲しませたり、激しく喜ばせたりすることができてしまうということなんですね。私という人間は、私という存在はそれほど神に影響を与えるっていうことを、それぐらいあなたは神にとって重要なんだよってイエス様は言ってるっていうことなんですけど、この神観、そしてこの人間観って、ね、イエス様は提示してるわけですけど、この神観とこの人間観がね、心に染み込めば染み込むほど、私たちは人生で慌てたり恐れたり落ち込んだりしなくて済む安定感のある自分になれるはずなのです。だけど、まあ、私たちなかなかなれない、なかなかね、そうなって、まあ、慣れていくんですけどね、そうなり、そういう風になっていくんですけど、だんだんけど、まあ、すぐにはまあなれないかもしれません。でなかなかそうなれない
なかなかその神の愛が染み込んでいかない理由を、何が問題なのかを3つ後半でちょっと考えていきたいと思うんですね。まず第一に、まあ、これはねクリスチャンになる前のことですけどね、基本的には失われている自覚がそもそもないんですね。失われて、私は失われているのだっていうことにそもそも気づいていない世の人々は、ね、失われているという状態、英語で言うとロストの状態ね、ロストの状態、あの迷子になったりするとあのロスト、I'm lost, lost child, lost child, I'm lost っていうのは迷子っていうことなんですけど、まあ要するに所有者から所有者の手の中にない状態、ロストの状態であると、自分には所有者がいるのだっていうことをそもそも知らないまま生きていると。最近あの1週間ぐらい前に甲府のイオンモールにね行ってきたんですけど、まあ、あのお盆だったからね、まあ、相当込み込みだったんですけどね、娘が迷子になってそうそうそう、以前ねあの2歳の時にイケアで迷子になったって話前しましたけど、まあ、その時は相当パニクったんですけどね、あの今回は、まあ、私がちょっとオートバックスがあるでしょ、オートバックスに店のモールの中にオートバックスがある、オートバックスにちょっと行ってくるって言ってね、行ったら母親と一緒にいた娘がパパの後をついていくって言ってバーって走り出して、で多分ねその途中にこの風船を配ってるお姉さんみたいな、で そっちに多分だけどフラフラって行っちゃったみたいで、で妻が後でオートバックスに娘来たって、いや来てないと、ってなって、まあ、おいすぎて探したっていう、で2歳の時に迷子になった時ほどはあの慌てなかったんですけど、ちょっと大きくなってるしね、だけどそれでも相当ね人混みだし、まあ平気ではなかったですよやっぱり。それであの娘の名を呼びながらねわーって探したんですけど、まあ、5分ぐらいですね、5分ぐらいで見つけました。そうするとか、まあ、店のスタッフの人、女の人に手を引かれてエレベーターをバーって降りてたんですけどね、あーいたいたって言って、で風船持ってさであの全然ケロッとしてるのね、お前もうちょっと泣けって思ったけどね要するに 泣いてくれればもうちょっと見つけやすいでしょ、要するにあ自分やばいっていうそういう意識さえこの娘はないっていうね、そういう感じだったのね、ちょっとねもうちょっとね慌ててくれよって思うんですけどね、要するに人間とは神様に出会う前そもそも自分に所有者がいる、そもそも自分はロストの状態で生きてたんだっていうことにあの気づかないままね生きてるんですよね。で人生の意味や目的っていうのは創造主であり所有者である方からいただかないと本当は意味や目的っていうのはないんだけど、それがないので自分でこしらえないといけない、それはとても苦しくてそして虚しい生き方です。で実はこのですね神から離れて歩んでいる状態っていうのは実は本物の羊飼いから離れて別の羊飼いについていってる状態ですよと聖書は言うんですけど、それは実は悪魔なのですって言っちゃうんだよね聖書は。エペソ人への手紙の2の1から2ですけど、あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。この霊というのがこれは悪魔のことですね。でこういうふうに言うと、まあ、多くの人はですねおそらくはそんなに別に悪いことしてないけどって、悪魔についていってるなんてそんな意識全くないけど別に悪魔崇拝とかしてないしねっていう感じかもしれないんですけど、あのまあ、聖書によればね悪魔っていうのは目的があるんですね。悪魔のやりたいことっていうのは別に必ずしもあなたに悪いことをさせることじゃないんですよね。悪魔は神を苦しめたいのですね。人間はね別に悪魔の敵じゃないんだよ、究極的には悪魔にとって神が敵なのです。だから神の一番大事なものを神から取り
あげること、神に失わせることで神を苦しめることができれば悪魔はいいのです。多分ね、悪魔って人間に対してね、特別な感情ないと思う、ね、好きとか嫌いとかないと思う。多分ね、あの駒みたいなもんだと思うんですよ、神を苦しめるための。なので、もし人間が神抜きでそれなりに幸せになれるなら、それもまたよしなんですよ、悪魔にとってはね。だから別に悪魔についていってるって言ったって、必ずしもすごく悪くなるわけじゃないのね、まあ、そういうパターンもあると思いますけど。で、聖書はそういうあなた、別の所有者、別の羊飼いがいるのだよと叫んでいる。そのことに気づかせるためには、私たちクリスチャンもそれを叫んで、そして祈っていくしかないのかもしれません。はい、2つ目、なぜこの神の愛なかなか染み込んでいかないのか。2つ目、かっこ私と私でないものを混同しているということです。で、冒頭で言ったように、かっこ私っていうのは、これはあの私でないものと区別するためにそういう表現にしてるんですね。冒頭でシンデレラの話をしましたけど、シンデレラの義理の姉アナスタシアは、私でないもの、あのシンデレラ3っていうやつの話をしたんですけど、あのアナスタシアは私でないものを身にまとった、すなわちシンデレラの姿形を身にまとって、それを愛してもらっても意味がないということに気づいたって話をしましたけど、実は私たちね、似たようなことをしてます。すなわち私でないものを身にまとって何とか愛されようとしているのです。で、実はかっこ私が私であるためには必要なのは存在だけです。存在するだけで私が私なのです。で、皆さん being と doing っていうね話を聞いたことあるかもしれません。結構クリスチャンの世界では出てくる言葉かなと思うんですけど、私もこの話したことあるんですね、昔ね。 being と doing、 人間とはこの2つの要素がありますよっていう話なんですけどね。 being っていうのは存在です。 doing っていうのは我々がどのように生きるかというね、まあ一言で言えば行いの要素ですよね。で、私たちの価値っていうのは存在にこそ価値があるのです。で、doing というのは私たちの生きる目的、あるいは神から与えられた使命と言ってもいいと思う。神様はあなたがいるだけです、価値があるのですよと言っていて、だけどただいるだけではなくて、あなたにはこの世で仕事があるのだよというふうに、生きる目的や使命も与えてくれている。まず being があって、その次 doing なんだけど、この順番がよく逆になるんですね。 doing によってなんとか価値を生み出そうとするんです、私ね。まあ、例えばね、この今こう使っているマイクですけど、このマイクというのは人間が作ったものです。人間が声を大きく覚醒するために作ったもの。つまりこのマイクの存在目的は、声を覚醒させることですね。で、これがもし工場で生産されて、一生涯っていうのか分かんないけど、永久に倉庫の中に眠っていたら、作られた目的を果たしていないということに、ね、なりますよね。だけど価値がなくなったわけではないのですね。価値はそのままあるのです。だから誰かがそれを買いますって言ったら、すぐさま値段がつけられて、そこにお金を払わないと買えないのです。価値がなくなったわけではない、目的が損なわれているだけなんですね。人間も、価値はあるのです、いるだけで。けれどもその上に神様が役割を与えてくれているのです。けれどもこれを逆にして、 doing によって他人の価値を測ろうとしたり、あるいは doing によって自分の価値を何とか生み出そうと私たちはしてしまうのです。まあ、例えば具体的に言うとね、 doing というとこんなことがありますよね。善行、社会貢献とか、成果、点数、
能力、人気、持ち物、まあいろいろあると思いますけど、まあ持ち物っていうのはね、実は一つハビングというコンセプトがあるのね。だけどそれはドゥーイングの結果所有したものだから、まあドゥーイングの延長なんですね。いかがですかね。まあこういうものを得ることによって初めて私は価値があるってやっと思える、だから一生懸命頑張ってなんとか価値を得ようと私たちは生きる。クリスチャンになってからもなかなかこのマインドから脱却できないでいるということが、まあ、あると思うね。なので聖書が言っている繰り返しね、この繰り返し聖書が言っているところに私たちも繰り返し戻っていって、そうじゃない、いるだけで価値があるんだよって神様言ってくれている、だから神様に使っていただいて大切な役割を果たしていこうという順番でなければいけないと思うんですよね。で、放蕩息子は先ほど読んだ16節の部分ですけど、彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし我に返った時彼はこう言ったって言って、彼は戻ろうってやるわけですけど、まあ、彼にとってみればね、お金があった時、羽振りが良かった時は多分みんな自分の周りに集まってきた、ね、私は鍵括弧私ね、私は愛されてると思っていたけど、実際蓋を開けてみると私の周りにあった私でない、私が身につけていた私でないものがみんなに愛されていただけだったんだな。私を愛してくれるのはお父さんだったんだなということにある日気づいて、我に返ったっていう言葉になるわけですよね。そうだったんだ、だからお父さんの元に戻らなきゃ、私を愛してくれる方のところに戻らなきゃって彼は思ったということなんじゃないでしょうか。実はというですね、私このさっきのこの doing と being の話、最近私の高校の時の友人にこの話ね、したんです。高校の時の、まあ、女の子の友達なんですけど、別に彼女とかじゃないよ、普通の女の子の友達ですけど、女の子の友達が家族でね、小渕さんに遊びに来たんですよね。で、ご主人もいて、娘さんが3人いて、で下の娘双子なんですけど、その2人がね、キリスト教の小学校をこれから受験するって言うんで、だけどキリスト教のこと全然何も知らないから教えてちょうだいって言ってで、この教会に来て、で私はその子供たちにこの100匹の羊の話をして、でその後で両親にキリスト教主義の教育っていうのはこういう考え方でしょうということを話したんですね。でなぜこのビーイングの話をしたかっていうと、彼らがその学校は青学なんですけどね、その学校の小学校は通信簿がないって聞いたんですってね、点数で子供を測らないんだっていうふうに言ったんですよ。でそれを聞いたので、それはきっとおそらくね、神の愛がその存在そのものを愛しているっていうね、そのビーイングをまず子供たちに植え付けるということをその学校はしようとしてるんじゃないでしょうかねと、そういう考え方がその教育の根底にあるんじゃないでしょうかね。それを踏まえた上で、その次にその学校のモットーは地の塩世の光となるっていう、まずビーイングがあってドゥーイングという順番がしっかりしている。世の中の普通の教育はなかなかそうなってない、まず点数から入る、だからまずビーイングが子供の中で確立していればすごく強い子供になる。強いっていうのは要するに人生で何かがあっても不安定なことのない、しっかりとね自分の価値失うことのない、人になれるし、人にも優しくなれる、そういう教育なんじゃないでしょうかって言ったら、いやすごくよく分かりましたって言って、いや入れたいなって話だった。で私は続いて、これはキリスト教のその教理と密接につながってるんだよって話をしたんですね。すなわち、私たち人間が罪人であるにもかかわらず、
神の御子が代わりに死んでくれたっていうのは、それは doing という観点では人間は全然神のお眼鏡に全くかなってないっていうことであって、なのに救ってくれるっていうのは、すなわち神が私たちの being をこよなく愛してくれているっていうね、そこにつながっているんですよというふうに福音を語ったのです。で、面白いのはさ、ね、面白いの、ちなみに言うと面白いのはね、私はこの女の子の友達のために高校生の時にすごく祈ったんですね。彼女に聖書のこと伝えたいなってね、すごく祈ったんだけど、一度もそのチャンスがなかったんです。まあ彼女もね、全然興味示さなかったし、私もちょっと臆病だったんでそういう話ができなかった。一度もできなかった。すごく祈ったのにね、そういうチャンスなかった。二十数年経って彼女の方からキリストの教のこと教えてちょうだいって言ってきたんだね。皆さん、祈ってる人ね、すぐに反応してくれなくても慌てることはない、落ち込むことはない、ね、悲観することはないです。神様が時が来てそのチャンスをくださるということが、きっと起こると思いますね。で、私が願っていることは、彼女がこういう教育子供にいいかなっていう視点じゃなくて、私にこそこんな愛が必要なんだって彼女が気づいてくれたらいいなってね、祈っているんですね。はい、ということで、まあ、3つ目なんですけど、3つ目はね、ちょっと来週深く掘り下げたいと思うので、今日は深くは述べずにさらっと言いたいと思うんですけど、3つ目は自己義認ですね。自己義認、神の愛がなかなか染み込まない理由、自己義認、自分で自分を義とすることです。冒頭で言ったように、この3つのストーリーの最大のポイントは、主税人や遊女たちといった罪人たちとパリサイ人たちとの対比が最大の焦点で、でこの法と息子の最後では兄が出てきて、私は一生懸命お父さんのために働いて戒め破ったことないよって言うんだけど、この父のそばにずっと一緒にいたはずの兄はやっぱり心はお父さんから遠く離れていた。父の愛などすぐそばにいたにもかかわらず全く汲み取っていなかったということが、まあ明らかになっていくわけですよね。クリスチャンがこの状態に陥りやすいのです。神様を知っているはずのクリスチャンがいつの間にかこの状態に陥っていく。まあ次回また詳しくね、話したいと思いますけども、今日のメッセージ、まあ結論に入っていきたいんですけどね。結論です。イザヤ書の53章の6節には、ね、この御言葉ありますね。これは、旧約聖書のメシア予言ですけどね。メシア予言、イエス様のことに関する予言ですけど、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。まあどうしようもなく自分勝手な羊のために命を捨てる羊飼い、そこに私たちの doing ではない、私たちの存在そのものに価値を見出して愛してくれて、探し求めてくれて、待ち続けてくれる、そんな神様がいるわけですね。で、こういう話をね、今日しようと思っていた矢先といいますか、まあ、今週のねニュースですけど、今日のこの話、この聖書の箇所を彷彿とさせるような事件がニュースでね流れてましたよね。皆さん、山口県で2歳の男の子が行方不明になったでしょ、なったんですね。で3日間見つからなかったんだね。3日間、そしたら他の県から来たボランティアの男性が、ね、すっごいいいキャラのいいキャラの男性が、まあ、その、ね、息子だね息子を見つけてきたんだね。で見つける前に、探しに行く前に母親にさ、必ず私が見つけてあなたの手に直接手渡しますからって言って、本当にそうやっちゃったってね、これかっこよすぎでしょみたいな感じですけどね。で
探してる時にあの母親がこのちょっとニュースのこの一場面画像をちょっと拝借しましたけど、この街のスピーカーでさ、よしよしきちゃんよしきちゃんって言って、いたら返事して早く出てきてって言って、街中にこの声をね響かせる、もうあの悲痛な叫び、まあこう親としてはでもなんかね、あの耐えられないそんな叫びでしたけど、この声がね、この叫びがこの私たちの天のお父さんのこの世界への叫びそのものじゃないですかね。これね、神様はこれを叫んでおられるのではないですか。でイエス様がこの世に来られた時、きっとイエス様はね、父なる神様に、私が行ってあのどうしようもなく自分勝手な坂本隆をね、必ず連れ戻してまいります、命に変えても、というふうに言ってイエス様はこの地上に来てくださったんじゃないでしょうか。そのイエス様が天におられる今の時代は、今度は私たちクリスチャンがこの神様の叫びを届けるためのスピーカーとなり、そしてイエス様の手足となって探しに行く、そういう役割を与えられているのです。失われている、そういう自覚がない、そういう世界に私たちはこのことを叫んでいくのです。まあ、でもそれをね、自分一人の力でやらなきゃって重荷に感じる必要はない。私たち教会として一緒にこのことを祈り、そして一緒に力を合わせてそのことを叫んでいこうじゃありませんか。はい、お祈りします。愛する天のお父さん、あなたがどれほど私たちを愛してくれているのか、私たちはそのほんの一部分さえもまだ悟っていないと思いますけれども、どうぞ少しずつでもそれが心に染み込んで染み込んで、あなたにとって私がどれほど重要なのか、どれほど重要とあなたが言ってくれたのか、そして何をしてくれたのか、深く深く胸に刻みつけることで、何があっても慌てない、恐れない、落ち込まない、そんな安定感を人生で得ることができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。小淵沢オリーブ教会には、聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。口座振込またはインターネット送金サービスに対応しています。